不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。ちょんちょんちょん、棚田行政書士の不動産大学クイズ周辺知識にアタック。ということで、この番組は宅建試験によく出る一つのテーマを軸に、関連する過去の試験問題の選択肢を集中的に集めてきて一気に出題しようというですね、そういう企画のクイズ番組でございます。ということでですね、今日は棚田行政書士お休みということで、今日は私宅建業法が得意分野のたっちゃんが、たっちゃんでございます。私たっちゃんですよ、覚えていますか。私は代わりに司会を務めさせていただきます。今日は皆さんが聞き取りやすいように棚田行政書士の声でお話ししますので、ご安心くださいね。はい、大丈夫ですか。いきますよ。では早速いきましょう。今日のテーマはこちらです。シュー、はい、媒介契約の有効期限です。はい、ここはですね、まだ習ってないという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これはですね、今からクイズを解きながらだんだん覚えていきますので、今から参考書を開く必要ありませんので、このままですね、動画を見てください。ここはですね、もう試験で完全に得点源なんですけども、結構ですね、間違えちゃう人もいますので、特にですね、周辺知識の方を学んでいきたいと思います。ということでいきますよ。クイズ、周辺知識にアタック。アタック。1位。宅建業者 A が B から B 所有の土地付き建物の売却について、媒介の依頼を受けた場合、A が B との間で締結した専任媒介契約については、B からの申し出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3ヶ月を超える内容に定めることができる。さあ、どうでしょうか？はい、どうでしょうか？皆さん考えてください。答えいきますよ。答えは、よいしょ。よいしょ、こちらです。よいしょ。はい、これ×ですよ、×です。大丈夫ですか？皆さん、×でございます。はい。これはですね、専任媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えて定めることはできないんですよ。大丈夫ですか？これ、基本ですよ。大丈夫ですか？はい。依頼者からの申し出で更新は可能ですけれども、更新後の有効期間ももちろん3ヶ月を超えることはできません。ここはですね、超基本中の基本になりますので、皆さんですね、十分ご注意くださいませ。ではですね、この場合はどうでしょうか？いきますよ。こちらです。2、専属専任媒介契約の有効期間について、あらかじめ依頼者から書面による申し出があるときは、3ヶ月を超える期間を定めることができる。さあ、どうでしょうか？皆さん落ち着いて考えてくださいね。お願いしますよ。大丈夫ですか？じゃあ答えいきますよ。答えは？いきます。答えは？よいしょ。これ×ですよ。大丈夫ですか？皆さん。これはですね、書面で申し出ていたとしても、専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えることはできないんですよ。大丈夫ですか？これ実務で間違えて覚えてると業法違反になりますからね。気をつけてくださいよ。ではですね、じゃあこういうケースだったらどうなるでしょうか？いきますよ。よいしょ。3、宅建業者が依頼者との間で有効期間を6ヶ月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。はい。どうでしょうか？大丈夫でしょうか？ぴょんぴょん。大丈夫でしょうか？はい。では答えいきますよ。こちら答えは？よいしょ。ほい。はい、これ×ですよ。はい。これはですね、無効じゃないんですよ。専任媒介契約で3ヶ月を超える有効期間を定めるとどうなるかというと、有効期間は3ヶ月になるんですよ。これすごく誤解してる人多いんで、これですね、本試験で出てくるとうっかり引っかかりますよ。無効じゃないですからね。3ヶ月になるだけです。6ヶ月で契約しても3ヶ月になるということです。無効にする必要はないんで、これ無効にしちゃうっていうですね、選択肢よく出るんで気をつけてください。ではですね、ここからちょっと更新についての周辺知識を私の方から聞いていきたいと思います。いきますよ。こちらです。はい。いきますよ。こちらです。ぴょん。4。宅建業者が依頼者との間で有効期間を3ヶ月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前に依頼者から当該契約の更新をしない旨の申し出がない限り、当該期間は自動的に更新される。さあ、どうでしょうか？どうでしょうか？どうでしょうか？わかりますか？人参食べたいな。はい、大丈夫ですか？いきますよ。答えいきますよ。答えは、こちらです。はい、また×でございます。大丈夫ですか？わかりますか？理由ちゃんと答えられますか？はい、これはですね、専任媒介契約というのは自動更新はできませんよ。大丈夫ですか？これ依頼者からですね、申し出があった場合に更新ができるんです。勝手に更新されていくということはありません。ではですね、じゃあこういうケースの更新はどうなると思いますか？わかりますかね？いきますよ。こちらです。5、
専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えることができず、また依頼者の更新しない旨の申し出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし依頼者が宅建業者である場合は宅建業者と依頼者の合意により自動更新とすることができる。さあどうでしょうか、こういうふうにですね、周辺知識ちょっと広げて本試験って問題出てくること多いんですよ。大丈夫ですか、大丈夫ですか、よく考えてくださいね。いきますよ、じゃあ答えいきます。答えはこちらです。はい、バツでございますよ。はい、これですね、専任媒介契約というのは自動更新の特約を入れてもですね、これは認められないというですね、部分については正しいんです。自動更新は認められません。書いたって認められないんですよ。そしてここポイントなんですけども、依頼者が宅建業者だったとしても同じですよ。これ自動更新はできませんし、有効期間も3ヶ月を超えられません。超えられません。大丈夫でしょうか？はい、ここをですねよく惑わされますんで、宅建業者だからどうこう変わるっていうそういう規定はないんです。ご注意ください。ではですね、更新後の有効期間についての知識をですねちょっと広げていきたいと思います。いきますよ、こちらです。6、宅建業者は依頼者との間有効期間を2ヶ月とする専任媒介契約を締結した場合、依頼者の申し出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない。はい。だでしょうか？大丈夫でしょうか？どうでしょうか？どうでしょうか？答えいきますよ。答えは？よいしょ。はい。バツでございます。はい。そのような決まりはないんですよ。あくまで3ヶ月を超えなければ問題はないんです。はい。3ヶ月超えなければいいんですよ。よってですね、当初の有効期間が2ヶ月だったとしてもですね、更新後の有効期間は3ヶ月にすることもできます。もちろん1ヶ月にすることもできます。もちろん1ヶ月でも2ヶ月でも3ヶ月でもいいということですね。なので、これ最初の契約期間に、こう、更新後の期間もですね、こう、引きずられるというかですね、それに合わせなきゃいけないという決まりはないんですよ。気をつけてくださいね。これよく引っ掛けられますんで、ご注意ください。ではですね、最後いきますよ。このケースはどうでしょうか？よく考えてくださいね。考えてね。いきますよ。こちらです。はい。7、媒介契約の有効期間の満了に際し、依頼者から宅建業者に更新の申し出があった場合、宅建業者は更新を拒むことはできない。さあ、どうでしょうか？ねえ、結構面白い聞き方してますよね、この問題。さあ、どうでしょうか？あんまり聞かれないんで分からなかったりするんですよ。大丈夫ですか？いきますよ、答えはこちらです。罰ですよ。はい、これは宅建業者が更新を拒否することも可能なんです。これ覚えておいてくださいね。あんまりこういう角度で聞かれること少ないんですけども、過去の試験問題で出ております。これはですね、宅建業者が更新を拒否することも可能でございます。拒むことできないっていうふうなことはありませんので、ご注意ください。以上です。全問正解できたという方、スキル媒介契約の有効期間マスターでございます。はい、私いかがでしたでしょうか？少し皆さん馴染んできてますでしょうか？私一応うさぎでございます。今年はうさぎ年なので、うさぎというのもあるんですけども、私たっちゃんでございます。覚えてくださいね、お名前。私の友達も今度連れてきますんで、私得意分野は宅建業法なんですけど、他の分野は得意な友達もいるので、また今度連れてくるので、皆さん待っててくださいね。はい、お願いします。ぴょんぴょん。はい、ということで今後もですね、宅建業法一緒に勉強していきましょう。ということで、また明日。